嬉しいよ。どうしたんだ、サチ。もしかして気分でも。ごめんなさい、キリト。私、キリトにたくさん辛い思いさせちゃったよね。え？何も、謝ることなんてないだろ。ううん、ダメなの。だってキリトは、私がいなくなってから、ずっと苦しんできたんでしょ。いや、それは俺が悪いんだ。俺は幸を守るって言ったのに。違うよ、キリト。ああなったのはキリトのせいじゃない。私や月夜の黒猫団のみんなの、自分自身のせいだよ。だから、そのことをずっと謝りたいって、キリトのせいじゃないって言いたかったの。そうか、ありがとう。でも、俺は大丈夫だ。サチやみんなの方が、きっと、ずっと辛かったんだから。それに、実はもう謝ってもらってるんだよ。え？ SAO の中で俺はもう一度サチに会ったんだ。サチは覚えてないかもしれないけど、そこでちゃんと謝ってもらったんだ。だからもう謝ることはないんだよ。そっか、よかった。でも、ちょっとだけ嫉妬しちゃうな、その SAO の中の私に。あ、どうして？だって今の私より先にちゃんとキリトに謝れたんでしょ。それに私だってもっと早くキリトに会いたかったもん。なんかごめん。キリトが謝ることじゃないよ。それに今こうして一緒にいられるから。サチ、ちょっと距離が。ダメ？いや、いいけど。それじゃ、おやすみ、キリト。おやすみ、サチ。